はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツが、まあ、近日獲得すると言われている、ヘルナンデス選手について、ちょっとね、活躍できるのかというところを中心にね、お話ししていこうかなというふうに思ってます。はい、まあ、シーズン途中での、まあ、獲得する外国人って、まあ、あんまり、まあ、強い印象がないというか、あんまり成功した例がないのかもしれないっていうふうに思ってる人いるかもしれないんですけども、僕はね、あまりそれは関係ないのかな、とは思ってますと。まあ、ちょっと、まあ、自虐になってしまうかもしれないけど、まあね、シーズンの前から取って、シーズンの頭からこう、取ったのにも、関わらずね、まあ、帰ってしまうお堂はみたいなね、外国人もいるわけなんで、そこは、まあね、昔と比較してもね、あまり関係がなくなってきてるのではないかな、というふうに僕思ってます。はい、その上で、まあ、このヘルナンデス選手ね、まあ、外野手の選手なんですけども、まあ、活躍できるのがどうなのかっていうところ、まあ、さっきに結論をお伝えしたいと思うんですが、僕があくまで、まあ、動画でね、見た、限りですけども、活躍する可能性は、結構あるんちゃうかなっていうふうには今、個人的にはね、そういうふうに思ってます。はい。その理由をね、後からね、説明していきたいとは思ってるんですけども、じゃあこのヘルナンデス選手ね、まあこれ、報知の新聞なんですけど、まあどういった選手なのか、もしかしたら今日の朝に、言われてるんで、皆さんね、知ってるかもしれないけど、さらっと、紹介しておきます。まあ、前レンジャーズ 3A の、まあ、エリエ・ヘルナンデス外野手。まあ、29歳なんですよね。だから29歳っていうと、まあ、僕の一つ上の年になるんかなっていうところで、まあ、直樹さんとか、聖夜さんとかと同じ年なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、その、まあ、ここの報知に書いてあるのはですね、まあ、広角に打てる右打者とか、身体能力活かす守備とかいう風に書いてますが、まあ僕も動画見ましたところ、まあ結構アスリート系というか、うん、まあバネがあって、まあ長打もまあそれなりに打てて、うん、足も速くてっていうね、まあいわゆるアスリート型のまあ選手、外野手なんじゃないかなという風に今僕思ってますと。で、まあ成績とかもね、まあ皆さん知ってると思うんだけど、まあ 3A でね、結構ちゃんとやってましたというところで、まあ去年では137試合で2割9分8厘18ホームラン99打点9盗塁というところで、まあ165安打でリーグ最多安打っていうところ、はい。で、まあ 3A でね、これだけやれてるっていうのは僕は非常に好材料だと思うし、ドミニカのウィンターリーグあるじゃないですか。で、ドミニカのウィンターリーグって非常にね、まあ日本の選手も、まあ行ったりとかしてて、非常にレベルが高い、ウィンターリーグなんですけども、そこでも成績をね、ある程度出してたっていうところがあって、非常に期待できるのかなっていうのは、非常に思いますと。で、まあ、これからが、このヘルナンデス選手のね、ちょっと解説をしていきたいと思うんですけども、まあやはり皆さん期待してるのはバッティングだと思いますと。で、まあ、足とか、守備ももちろん大事なんだけど、まあ、外野手というか、外国人に求められるのって、やはり、まあ、長打力であったりとか、バッティングというところだと思うんです。で、僕がですよ。僕が、まあ、外国人を見る上、まあ、日本人でもそうなんですけども、見る上で、まあ、その選手がね、まあ、日本でやれるのかどうかっていうところを判断する材料としてですね、まあ、打撃の内容とかももちろんそうなんですけども、やはり、そういったところって、まあ、調子とかで変わってきたりするんで、僕はですね、どちらかというと、スイング軌道であってるか、どういうスイングをするのかなっていうところ、間の取り方とかね、っていうところを結構見たりするんですが、このヘルナンデス選手ね、動画を見る限り、僕は結構いいんじゃないかなというふうに思ってて、その理由はですね、まあ、いわゆるインサイドアウトって言って、バットを内から出すっていうのが、まあ、大事なんですよ。で、それがなぜ大事かっていう話なんですが、やはり日本のピッチャーね、今メジャーでも、まあ、山本由伸投手とか、今永投手とか、まあ、大谷投手とか、ダルビッシュ投手とか、まあ、そうですし、非常に、まあ、レベルがね、高くなってきてる。日本の
プロ野球ね。球も速くなってるし、変化球も非常に鋭いと。で、その上で、いわゆるアウトサイドインというかね、こう、外回りして、振るようなバッターっていうのは、なかなかこう、まあ、インサイドのボールに対しても対応が、しづらかったりとか、まあ、当たった時はね、結構遠心力が働くんで、そういうスイングって、逆方向に飛んだりするんですけども、やはりある程度インサイドアウトというか、まあ、インサイドアウトのお手本と言ったらですね、まあ、ジャイアンツにいますけども、まあ、坂本選手みたいなね、非常に内からこう、出していけると、ボールに対して、非常にね、コンタクトしやすかったりとか、ボールを長く見れたりとか、体のヒエラルキーを抑えれたりとか、そういった、まあ、ちょっと技術的なところを言うとね、そういったところがあるんで、僕は結構その、スイング軌道っていうのを結構見るんですが、このヘルナンデス選手のね、まあ、その 3A での動画を見ましたけども、非常に、まあ、インサイドアウトでバット触れてるなっていうところで、インサイドアウトで触れてると何がいいかっていうと、ボールの内側を叩けるんですよね。叩きやすくなるんですよ。ボールの内側をね、こう。で、そのボールの内側を叩くとどうなるかっていうと、打球が上がりやすくなるんですよ。外側を叩いちゃうと、ボールの外側を叩いちゃうと、ゴロとか、引っ掛けたゴロになりやすいんですけども、ボールの内側を叩いてあげると、うまくこう、バックスピンが効いて、綺麗なフライを打ち上げることができるんですよ。っていうところはどういうことかっていうと、まあ、東京ドームというね、主戦場で、やってるジャイアンツにおいては、まあ、ホームランが増えやすい。まあ、打球が上がるんでね、それだけホームランが増えやすいっていうところがあるんで、そういった意味で、このヘルナンデス選手の打ち方っていうのは、僕は非常に、いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、間の取り方というところに関しても、まあ、少し足を上げて、打つようなバッターなんですけども、非常に、間合いもね、うまく取れると。で、変化球を打ってる動画なんかも見ましたけども、非常にね、トップの位置がここの後ろに残ってる。後ろに残ってるっていうのはどういうことかっていうと、バットって、早く、例えばね、こう、ま、やってるじゃないですか。で、よく肩が開くなとか、胸を見せるなとか、開きを抑えろって言うじゃないですか。あれってなぜかっていうと、肩とか胸とかがさっきこう、ピッチャーがこうやとしたら、整体しちゃうと、どうなってるかっていうと、バット出てきてるじゃないですか。で、バットが出てきちゃうと、もうそっから、小細工できないんですよ。小細工というか、もう手でしか操作できないんですよ。だけど、肩を開くなとか、胸を出すなって言うと、バットが後ろに残るじゃないですか。わかります?これ、肩を開いちゃうとバットって前出てくるでしょ。だけど、これを肩を開かない。まあ、いろんな人の言い方ありますけど、後ろの肩を出さないとか、胸を見せないとか、いろいろ表現ありますけども、そういう状態ができてると、バットが後ろに残るんですよ。で、バットが後ろに残るってことは、例えば泳がされたりとか、遅い球とか、先ほど言ったように、まあ、日本のピッチャーってレベル高いよね、と。で、非常に変化球も鋭いよねっていうところで、いろんな球に対応しなきゃいけない。そういった時に、バットが後ろに残ってる状態にあると、坂本選手のように、こう、片手でワンハンドで拾ったりとか、まあそういった打撃が可能になるんで、まあ解説者とかね、よく、なんか肩の開きが早いですねとか、よく言うじゃないですか、うん、開きを早くするためにインサイドを使っていくとか、まあ僕もよく言いますけども、それって全てそこに繋がるんですよ。だから、そういったインサイドアウトであったりとか、バットが後ろに残ってるっていうのは非常に大事なことで、僕が、その新しい選手を見るときに、そういったところを重点的に、見る理由なんですよね。で、その上でですけども、じゃあこのヘルナンデス選手、入ってきて、まあ何番を打てばいいのか、何番を打ってほしいのか、まあいろんな意見あると思います。で、今、まあ、ここパソコンでね、データを見てるんですよ。で、まあ、どこの打順に入れようかな、入れたら方がいいのかなって先ほど考えてたんですけども、やはり僕は、まあ、いろいろ候補あります。そのヘルナンデス選手の、まあ、状態もあるだろうし、どれぐらい日本でやれるのかっていうのはあるんですが、僕は、今現状このデータなんかを見てると、まあ、1番か、6番かな。っていうふうに思ってます。で、今、現状1番っていうのは、丸選手がね、勤めてる、最近勤めてますよね。で、非常に状態がいいですと。で、まあ今、先発の1番の打率を見ても、まあ低いんですけど、最近丸選手のおかげで2割1分6厘まで上がってきましたと。で、丸選手、まあやはりある程度ベテランという形で、まあ非常に、存在感のある打者ではあるんだけど、
まあ、盗塁とかも結構したりとかしてるじゃないですか、最近ね。走ったりしてるじゃないですか。そういったところで、まあ、やはり、怪我のリスクも大きくなってくると思うし、まあ、相手からすると、一番に丸選手がいるのって、非常に嫌だと思うんですよ。ただ、丸選手の、まあ、状態もそうですし、ヘルナンデス選手がどこまでやれるのかっていうのは、見ていかないといけないと思うんですが、ここで、ヘルナンデス選手がですね、ある程度やれるという形になるんだったら、僕は一番に入れても、面白いのかなっていうふうに思います。まあ現状はね、丸選手が非常にいい形でね、一番で、確か今日の試合もね、一番だと思うんですが、それはね、そのまま継続していって、全然構わないと思うんですけども、まあその落ちてきたりとか、その足の状態とか、まあいろいろあると思いますと。そこが落ちてくるんであれば、でね、ヘルナンデス選手もパワーもある程度あるのを確認できたんで、その一番に入れるっていうのは僕は非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、先ほど言いました6番っていうところなんですけども、まあ6番もね、今実は、9番以外、1番から9番で、まあ9番ピッチャーが務めることが多いんで、まあ9番除いて、その1番から8番までの打率を見たところ、まあ6番が一番打率が低いんですよ。1割9分8厘というところで、まあ4番に岡本選手が行って、で、5番に坂本選手が入ること多いじゃないですか。確か今日もその並びだと思うんですけども。で、最近、まあ坂本選手が状態が、まあ結構いいというところで、まあ4番、例えばカズマがフォアボールで出ますと。で、坂本さんがヒットで出ますと。で、言ったら1、2塁とかいう風な形でなるんだけど、6番の選手が凡退して、なかなかね、点が入らなかったりっていうのが、実際あるじゃないですか。で、そこで、まあ、ヘルナンデス選手ね、まあ、右バッターっていうのもあるし、まあ、その力もあるというところを確認できるんであれば、確認できたんであれば、僕は6番に入れるっていうのは非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、3番っていうところもね、最近こう、吉川選手が務めてて、非常にま、状態がいいんで、いいと思うんですけども、僕は、もしヘルナンデス選手が入ってきて、どこの打順に入れんのっていう話になると、まあ1番か6番かなと。まあ1番はね、まあ結構、まあ状況を読んだりとか、まあいろんなこう打撃が必要になったりするんで、ちょっともしかしたらそのヘルナンデス選手の、まあ野球 IQ というか、そこがちょっとこう、微妙な場合だったら、6番で、打たせるっていうのは非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ守備位置に関してはですね、まあおそらくライトになるんじゃないかなというふうに思ってて、まあレフトに関しては丸さんと、今、蝶野さんかなっていうのが、やってますと。で、まあセンターに関しては、まあその、萩尾選手であったりとか、佐々木選手であったりとか、まあ今ファームにいますけど、まあオコエ選手とかね、浅野選手とか、まあいますけども、まあおそらく、まあ開幕前の安倍監督の発言、まあ皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、まあ日本人選手で、センターライン、というか、センターを固めていってほしいという発言がありましたんで、おそらく、まあ、萩尾、佐々木、このあたりがセンターを務めていく可能性が、まあ、高いんちゃうかな、というふうに思います。で、まあ、で、残りはライトですけども、まあ、ライトというところに、収まっていく可能性が非常に高いと。で、守備の動画も見たんですけども、まあね、めちゃくちゃうまいかって言われたら、まあ、そこまでは感じなかったんですけども、まあ、身体能力を生かしての、ジャンピングキャッチであったりとか、まあ、肩もね、まあ、非常に強いなっていうところ、まあ、もう弱くはない、絶対弱くはないなっていう感じはあったんで、見てるとね。そういったところで、十分ね、両翼、まあ、センターはちょっとね、方針とか、まあ、いろいろあるんでわからないですけども、まあ、両翼ね、レフト、ライトだったら、間違いなくね、問題なく、守れるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、小川選手がね、もともとセカンドで、日本来た時はライトでっていうお話ありましたけども、まあ、小川選手のライトよりも、まあ、ヘルナンデス選手の、まあ、ライト、守備の方が、間違いなく、うまいだろうなっていう感じはあるので、見ててあるので、そこは、皆さんね、守備というところに関してはそこまで心配する必要はないのかなと、いうふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、新外国人のヘルナンデス選手、どの打順に入れるべきか、どれぐらい活躍できるのか、みたいなところを中心にお話していきました。はい、僕は、まあ、1番から6番に入れるのがいいのかな、というふうには思ってますけども、まあ、皆さんもね、いろんな意見あると思いますから、ぜひね、そういったコメントをですね、
コメントそういった思いをですね、コメント欄で、ぶつけていただけると非常にありがたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、これからも どうぞ小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。